ロアン・リン・ユイ、幻霊玉は、1991年制作の香港映画。ビデオ DVD ソフトには、ロアン・リン・ユイとイを大文字にしたタイトルもある。1935年に25歳で自殺した1930年代の大女優、幻霊玉を描いた伝記映画。マギー・チャンが幻霊玉を演じるドラマ部分、実際に幻霊玉が出演した映画の映像、当時の幻霊玉を知る人々へのインタビュー、出演者たちのディスカッションなど、重層的、多角的な視点から構成された映画である。マギー・チャンが第42回ベルリン国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したほか、1991年台湾、金馬進、1992年シカゴ、国際映画祭、1993年香港、電影金蔵進でも最優秀主演女優進を受賞している。1929年の上海、映画、こと、春夢の主役に抜擢された映画女優、幻霊玉は映画の大ヒットとともにスターの階段を登っていく。一方、私生活では張達民という資産家の息子と交際していたが、張が道楽者のプレイボーイであることに悩んでいた。幻霊玉の生涯が俳優たちが演じる通常のドラマ部分、実際の幻霊玉の出演映画の映像、生前の彼女を知る人たちへのインタビュー映像、監督や俳優たちによる幻霊玉に関するディスカッションで綴られてゆく。幻霊玉のポートレート。ありがとうございます。